皆さんこんにちは、パンテックの追記でございます。今日のウィークエンドパンテックなんですが、見てください、ジル3台、このジル3台ね、見比べてみようかと思います。はい、まずやってまいりました、ジル520でございます。これね、ベッドのスペースって結構ね重要だと思うんですよ。なかなかね、今バンテックもイベント出れないもんですから、私、体を張って測らせていただこうかと思います。ということでね、私、1水液で測らせていただきます。長さ、172センチ、肩幅45ぐらい、体重94キロ。体重計の電池が切れちゃってね、最近測ってないんで分かんないんですけどね。お腹周り、多分ね、これごめんなさい、言っちゃった、メーター、桁変わっちゃったね、1メートルみたいな世界になってきちゃったと思います。ちょっとぽっちゃり体型の私でございますが、これ1追撃といたしましてですね、ご案内していきたいと思います。まずはね、520の2段ベッド、上の段から行ってみようかな。測ってみましょう。まずこのジル520の2段ベッドの上の段に行く場合は、このラダーを使います。バンクベッドにも使えるのでね、これ両方このはしごで登ります。OK! ぽっちゃり型だからね、ぽっちゃり体型だからね。デブじゃないよ。うん。いやー。2段ベッドの上の段全然大丈夫でーす。うん。はい、こうか。今ね、お昼ご飯食べたばっかなんすよ。いつかも、これ、これで。マジで気持ちいいです。うん、ということでね。で、だいたい、こういう感じじゃない。こういう感じにしても、ここの高さがないと、やっぱりここ、きついと思うんだけど、うん、十分あるね。1追記でございます。余裕です。続いて、二段ベッド、下の段に行きまーす。これね、まあまあ、このままでもいいんだけど、ちょっと上畳むときにね、一個ね、気をつけてほしいというか、これ、そのまんま、こう、上げちゃう人がいるんですけど、これ、そのまま上げちゃうとマットがね、変な癖ついちゃうんで、先で折れちゃう。見えるかな？行く？ほら。グニってなんですよ、先っちょが。これね、このまま入れちゃうとそのままぐちゃってなっちゃうんで、一回マットを向こうに折りたたんで、立てるとね、ほら、ここに、こっから開くから、そのまま、ピッとこう、マットも綺麗で畳めます。下の段もいいよー、ほら！よいしょ。もう座っておくだけでもいいもんね。じゃあこれでね、ちょっと寝てみますよ。スペースっていうか面積は上と下の段一緒なんで、どうすか。こんな感じ。ここで問題です。正規のプロサイズはサイズ何でしょうか。1番 M、 2番 L、 3番 XL。ブブー！ 4L です。もうね、止まらない。本当に、食欲が。ちょっと痩せた感じで、いいか。あ、違う。そういう問題じゃないんだな。こんな感じで、天井も、こんぐらい。カーテンがちゃんと上がっても大丈夫なように、ここに止まるようになってます。ほら。うん、こんな感じ。うん、これもね、ちょっと、あれだよね。面白いとこです。さて、ほい。はい、じゃあ、はい、続き、映画鑑賞ポーズでございます。どうでしょう。余裕でーす。ほんで、これもね、ここにコンセントあるから、ここでタブレットで、なんか映画見ながら、いいね。十分だね。うん、520、やっぱり人気あるのわかるな。ベッドがやっぱりすごいちゃんとしてる。あと、ほら、こうさ、なかなかみんなこうは寝ないでしょ？俺だけかな？こ
こうやって寝る？寝ないね。俺気づくと全然違う寝方してるから、多分こうやって寝たりとかするじゃん。あとこうやって寝たりとか、こうやって寝たりとか。俺どうやって寝てたっけな。寝るときと寝てるときって格好が違うのでちょっと分かりにくいんだけど、あ、こうやって寝る、こうやって寝る。でも俺今どこにも体当たってないからね。この状態で、あ、これで寝てるわ。あ、これだ。あと10数えたらいけそうな気がする。何を？こっちもいいね。これすごい。こっち。あ、ここいいね。ほら、窓開くもん。ちょっと待って。俺本当にバンティックの人かな。なんかコメントが素人だよね。あ、すげえ涼しい。ね、いい、素晴らしい。よし。OK! ということでね、二段ベッド下の段もなかなかいけます。さらにこれはね、もう持ち上げると。ほら、こんなに開放感あるから。じゃあね、続いて、ジルノーブル行ってみようかな。はい。ポーズが分かる。最初のポーズが。続きまして、ジルノーブルでございます。やっぱね、ジルノーブルは、ベッドがメインだね。後ろのベッドがもうほとんどメインって言っても過言ではないような、作りになってます。ダブルベッド。2段じゃないからね。ダブルですからね。ということで、一続き早速試していきたいと思います。このまま座ってさ、こうていけんじゃないの？できないけどね。こうやってぐるんって。あー気持ちいい。超のんびり。ジルなんでボディサイズは変わんないんで、多分ここの全長そんなに変わんないのかな。ほら、ほら、ほら。これね、これからの時期いいよ。向こう側からね、FF ヒーターの暖かいの出てくるからね。天井がないから圧迫感がないよね。やっぱいいね、常設ベッド。三つ行き行きます。はい。はい、これ三つ行き。これで一つ行きでーす。そしてよっ、おっ、おっ、おっ、あ、こっちね。はい、はい、こっち。はい、二つ行きでーす。なんかのコメントであって、こっち寝てるときこっちまたぐの大変とかいろいろ話あったけどね。まあ、そういう部分もまあ確かにあるなぁとは思ってたんだけど、このでもこの広いベッドスペースっていうのはね、どうしてもいいですね、やっぱりね。かといってね、こうなると、すっげえ頑張るからね、今からね。ほら。こうなると、ほら。頭これここまで来るでしょ？位置付きで。ここまで来るから、もう、ここまでベッドになんなきゃいけなくなっちゃうんだよね。で、ダブルベッドのサイズってなると、二つ行き行かなきゃいけなくなるから、そうだね、レイアウトとしてはもうここがごっそりベッドになっちゃうのかな。で、トイレがなくなっちゃうね。きつい。はい、よし。はい。ということでね、5.2 メートル全長で抑えなきゃいけないっていうところもあるので、どうしてもね、この部分はちょっと、致し方なく、持っていただければと思います。え、起きなくていい？っていうかいい？これでちょっとダメだね、そういうことだね。はいはい。この間の動画でも言ったけれども、下にねベッドスプリング入ったりとか、そういったねすごくいいところたくさんあるんで、ジルノーブルねベッドすごくいいと思います。ジルにやってまいりました。さあ、ジルのリアベッド測っていきたいと思いますが、見てください。ジルはね、後ろキッチンになってるんですね。はい、なので後ろのベッドは測れないっていうとね、あれなので、
うん、いや、あの、単純にフルフラットにしていいかなと思ったんだけど、常設ベッドみたいな形でちょっとやっていたので、これもね、常設ベッドのレイアウトには、まあね、あの、いろいろな動画でご案内してるんですけども、なります。ということでね、ちょっと、常設ベッド、要は掘りごたつのレイアウトにして、何つゆき入るか、やってみたいと思います。この状態だとテーブルをしまうことなくて、ただね、背もたれここ持ってきただけです。これでちょっと寝てみます。はい、ということで一席ここにはまってまーす。この状態でも十分広いね。ただちょっと熱行きいけなくないんだけど、ちょっと近いかな。うーん、ちょっと近いかもしれない。ここはなんか一人で使っていいかもね。一人。ほら、どう？ね、いいよね。で、これだとほら、テレビがあそこつくから、体勢としてはこうだね。これで、テレビ見ながら、こっちがいいかな。こっちがいいかな。あ。こっちがいいかもしれない。これだとテレビを見ながら、ここに。置いとけもね。まあ当然だけど、ここすごい背が高いので、すごくのんびりできますね。こうもいけるね。こうすると、ほら見て、一つゆき、そして二つゆき、いけますね。ということで、ここの背もたれを真ん中にはめるだけで二つゆきいけます。こういう寝方もできるので、うん。二人寝れます。まあちょっと開放的な分だけ、どうしてもそのプライベート感もなくなっちゃうけどね。うん。まあまあ、家族で使うんだったらいいと思います。余裕だぜ。しかもこの状態で走れるね。シートベルトここあるから。うん。そっちもサードシート普通に使えるから、この使い方ね、すごいおすすめなんだよな。全員で寝ろとしてフルフラットにしなきゃいけないっていうシチュエーションはまたちょっと別なんだけど、パソコンとか置きっぱなしでもいけるし、なんかこう仕事しながらみたいな。意外とテーブル片付けの俺も得意じゃないんで寝ながら何かをするってなると、このジルは本当にお座敷みたいにして使えるから、すごくこれはこれでいいかなと思います。バンテックジルシリーズ3兄弟、それぞれなんていうのかな、個性があって、その使い方によってだいぶ変わるかなという思いますが、それぞれ最低でも2人は寝れるというところは分かったかなと思います。520も2段ベッドで、ちゃんとプライベートなスペースあったし、ノーブルはノーブルでやっぱりね、あのでかい大きいベッドっていうのが、いちいちベッド展開をしないでもついてる状態。そしてこのジルは背もたれだけを通路ではめてしまえば、マックス横にいれば2人は全然寝れますよと。寝ながらテレビ見ながらね、テーブルを使ってっていうこともできるし、どうだろうな、全部それぞれいいですね。やっぱ家族が多いと520、ちょっと大きいお子さんとかがいると520のベッドってそれぞれね、あの分かれてるからいいかなと思うし、ノーブルについてはご夫婦で寝ていただいてもいいですし、まあね、今回ほら、ご案内してないけど、バンクベッドがそもそもあるから、バンクベッドでもたくさん寝れるんでね。それ考えていくと、まあいいかなと。ジルもこれすごいバンクベッドは広いし、ここフルフラットも全然できるんですけど、あえてね、テーブルは潰さないというルールでちょっとやってみたんで、ベッドの広さの部分って動画で伝わりにくいとは思います。けれども、うん、ちょっとね、一つの、目安にしてね、うん、車選びしていただければと思います。ということで、以上、パンテックの続きがしました。